はい、どうも、音楽ライターのいけちゃんです。しばらく前にですね、半年くらい前かな、某ウェブサイトからですね、この毎度の、ナイトテンポのジャパニーズティーポップ100、これに関連して の外国人の感覚という視点での、アンケートというのをちょっと、そういうのがありまして、ちょっとそれに答えたものが、ようやくウェブサイトの方に掲載になりましたということで、もう半年かかりましたねって感じなんですけども、それがですね、tky03.jp、 東京03って読むのかな、これ、東京 03.jp というウェブサイトなんですね。で、これね、面白いのがね、多分ね、日本にいる外国人に向けたサイトなんじゃないかなという感じです。日本語のサイトもあるんですけども、同時にね、英語版があるんですよね、これ。で、その英語版の方にも、こちらの英訳版が掲載されていると。ね、これ、中身確認してくださいって言われた時にどうしようかと思いましたけどね。ね、英語わかんないですからね。だからそこはもうお任せしちゃってるんですけども。そんな感じでね、外国人の視点のシティポップね。今回のシティポップブームはね、いろいろめんどくさくって、自分の考えで言うとね、ざっくり言うと、もともと日本国内にあった DJ の流れの中で、日本人のレコードをかけましょうという和物というブームが起こり、そのが、もともと60年代くらいが始まって、70年代の作品、80年代の作品と、こう、新しくなってくる中で、あ、シティポップってものがあったよねと。達郎さんって踊れるよね。これかけようよってなった時に、あ、そういえばこれってシティポップって呼ばれてたよね、みたいな。ことで、その辺のサウンドのものを、もうざっくりとシティポップという風に呼び始めましたと。そうなった時に、そのリアルタイム世代だったりとか、その、70年代のね、オリジナル世代のシティポップを知っている人たちが、え、シティポップってブームなの?みたいな感じで、盛り上がるわけですね。でもそうすると、そういうダンスミュージックとしてのシティポップっていう視点を知らないものだから、達郎さんだ、大滝さんだ、みたいなね。なっていくわけですよね。それが、ここしばらくの潮流だったんですけども、でも、ここ最近になってね、今回のブームの本来の意味であるダンスミュージックっていうところが、だんだんね、こう表面化してきて、それはね、海外の感覚ともリンクするところがありますから、そういうのがね、あるってこともだいぶ知られるようになってきて、そういうところで、このね、ナイトテンポのね、感覚であったりとか、あともう一つ、これもしばらく前に、紹介しましたけども、シティポップの再定義っていうね、レコードコレクターズっていう雑誌の、特集ですけども、これのね、ディスクガイドの選版をね、担当させてもらったので、それのね、この新しいシティポップの感覚というか、要するに、再定義なんで、旧来のシティポップ感ではない、今のブームならではのシティポップというところの意味はね、どんなもんであるかと。そういうところに基づいた、選版をさせてもらったっていうあれなんですけども、これもね、もうちょっとね、作品紹介的なところをね、いろいろやりたかったんですけどもね、ちょっと時間なくて動画撮れてないんですけどもね。そういうところに、リンクするようなアンケートであったということですね、今回のはね。なので、そちらの記事の方は、概要欄のところに貼っとこうと思うので、興味ある方はぜひ見ていただきたいなという感じなんですが、その中にですね、プレイリストを作ってくださいっていうのがあったんですよね。で、Spotify の方で、ちょっと自分なりのね、何曲かな、30曲ですね。30曲のプレイリストというのを、作って掲載してもらいました。で、これが多分ね、タイトル勝手にシティポップ 2.0 なんて付けたいんですけどね。もう、これも半年前だからね、作ったのね。なんていうのかな。今のシティポップ感覚、または、ナイトテンポのシティポップ感覚というところで言うと、やっぱり80年代なんですよね。70年代ではないと。で、それと、90年代も一部入ってくるとね、いうことで、そこの辺のものを、選びましたと。で、さらに、もっと現代の感じのところにも近づいてきていて、ただ、現代の若い世代のサウンドっていうのは入れませんでした。そこはもうね、シティポップの再生産っていうかね、全然違うところに入ってくる。
と思うので、そこはまあ選ばずに、まあ90年代、まあ2000年代もあるかな、うん、までの、あのシティポップ感覚をが自然に表出したようなサウンド、まあ、そういったところを、中心に選びました。ということでね、なかなかまあ半年前だったらね、結構刺激的なプレイリストになってたかなと思ったんですけど、まあちょっとね、今となっては結構普通になってきちゃったかなというところもね、あるっちゃあるんですけどもね、うん、まあでもね、ちょっとなかなかこれもいろいろ考えて、選んでみたので、ぜひ聴いていただきたいなと思いますね。例えばね、まあ、今度再発される、島田奈美さんのサンシャワーですね。さすがにアナログ高くて買えないんでね、CD なんですけどね、こちらね。これだったりとか、あとね、何入れたかな、新しめのとこだとね、ひとみといちゃんとか入れましたね。スクービードゥなんか入れてんですよね。まあ、ね、ロックバンドのイメージあるかもしれないですけども、まあ基本的に彼らはそのソウルミュージックっていうのをバックボーンにね、大きく持っていて、で、そういうところの範疇で、まあ、ロックとソウルとってこうね、いろいろ揺れ動きながら作ってるグループなんですけども、一時期ね、ちょっとシティポップ的なところにも手を出して、まあそういうね、洗練されたサウンドっていうのも作ってて、でね、それがね、結構いいんですよね。なんで、そういう曲も入れてみたりとか、あとはまあアイスですね。まあ渋谷系と言われるかもしれないけども、これかっこいいの作ってるんですよね。なんかそういうのをね、入れてみたいとか。まああとね、かわいその子みたいなアイドルがあったりとか。あとね、東京パフォーマンスドールとかね、入れましたね。東京パフォーマンスドールね。うん。まあ他にもね、まあいろいろあるんですけども、まあ個人的にはね、この前ほら八代亜紀とか紹介したのあったじゃない動画。またかよって言われるかもしれないけど、ね、これですよ。谷村新司ですね。谷村新司はね、これね、結構いいの入ってるんですよ。作詞がね、中西麗で。でもうね、なんていうのかな、この谷村新司でしか歌えない、こう、中年のエロい世界観というかですね。もうどうしようもないダメな中年のエロさというかですね。そういうのが全開になった素晴らしい曲がありまして。まあそれをちょっとね、入れたんですけどもね。ちょっとこれはぜひ聴いていただきたいなというところなんですけどね。まあそういうのであったりとか、そうですね。まああとはなんだろうな。こういうね、オリジナルラブとかね。まあもうちょっと新しめですけどね。あとね、意外と知られざるところでね、プリエールって知ってますか？まあね、見てる通りアイドルグループなんですけど、これね、2004年ですね。ちょっとね、ハウスっぽい感じの曲をやってたりして、そんな中にね、今のブギー感覚に近いような曲があったりするんですよね。エスペシアの、もうちょっとこう、稲田以降ハウスに近い感じの感覚っていうかね、そんな感じですかね。うん、わかんないけど。まあ、あんまりね、多分、知られてないと思うんでね。でもね、結構、これいいんですよね。とか、まあ、そういう感じの、まあ、Spotify のプレイリストなので、Spotify にあるものでしか選べなかったんですけども、まあ、そういうね、30曲になってますので、興味がある方はね、ぜひ聴いていただいて、楽しんでいただけたらいいかなと思います。で、まあ、この Spotify にあるもの以外では、やっぱりこっちの、レコードコレクターズ9月号なんで、もう店頭には多分ないと思うんですけど、こっちの方のやつもね、なんか面白いのいろいろ紹介してるので、それもね、ちょっとそのうちちょっとやりたいですね。うん、ちょっと時間見てね、やろうかなと思います。まあ、ちょっとね、またなんか仕事が立て込んできちゃったので、動画のね、更新がちょっと遅れ気味になりそうな気もしてはいるんですけども、まあそんな感じでですね、半年前の、シティポップのアンケートがようやく記事になりましたということで、まあご報告でした。はい。で、あと、プレイリストの方もぜひ楽しんでくださいと、まあそんな感じですね。はい。ご視聴いただきありがとうございました。音楽ライターの池ちゃんでした。